二代の女性作家の陳丹生が表した魂小説。未完であったが、両徳縄が約50年後に書き足して完成させた。現存するものは20巻からなる。17巻が陳丹生の作で未完の状態で、高難で広く知られていた。最初のルフボンは現存していない。後に、ハリソ生が3巻書き足して完成させたが、二人に面識はなかった。 陳丹生は、玉串露縁」という魂小説を愛読し、この続編を意図して16歳で書き始め、18歳の秋までに8巻、翌春までに16巻まで書き上げていた。8巻以降に、父の天人があり、5月から秋までかかる陸の旅、船の旅をしている。これは、真相の霊場だった陳丹生にとって非常に大きな出来事だったようで、作風に変化が見られる。 この後、母の死や自身の結婚があり中断していたが、夫が家去の不正事件に巻き込まれ、別離し、悲嘆の中17巻を執筆。しかし、続きを書くことなく7年生き、夫に会うことなく39歳で没したと言われる。研究家のカタランは、沈診生の文体は、眼蓄があって、流霊、情景や情感の描写に優れていると評している。 カタランは断筆の理由について、17巻を書くまでに、流れた12年で作者の思想が変わり、最初のプロット通りに書けなくなったためではないかと、推測している。本来は、8巻の完全懲悪のエピソードで、大断炎になり、小花と、麗君たちは華やかに結婚して仲良く暮らす、といった終わりが想定されていたようである。前半はよくできたロマンチックなメロドラマで、 発刊以降は最初のプロットとは正反対の展開で進み、処罰される悪人の苦悩や女たちの応能、従属的な女に戻りたくない霊君の心情などが描かれ、趣向きが異なる。続編を書いた両蘇生は陳丹生より格の高い名家に生まれ、名士に嫁いだ恵まれた境遇の女性で、世間を批判的に見ることはなく、一夫多再生を、 当然のものとして受け止めていったようである。続編はそれまでの物語を裏切るような、陳腐なハッピーエンドになっている。物語は、候補小花という男とその精細になるべき女性、もう霊君、霊君の乳母の娘、祖英節小花の性的のイボイモウと、竜め玉という、一人の男と、縁ある三人の女の運命を描く。玉串縁の続編として、 次のように設定されている。玉串路への男主人公と最小6人は幸福な人生を送り死後は旋回で暮らすはずが死んだ男主人公と目かけの一人は地上の人生で十分愛し合わなかったと後悔していた。旋回の皇后はこの二人と他に常年に汚された戦女二人を地上で常年を洗い流して帰ってくるよう送り出す。この 男主人公の生まれ変わりが、候補小花、目掛けが、もう霊君、先女二人が、祖衛説と、竜つばめ玉である。精細の立場になる霊君が、最も美しく道徳史にある女性と描写されている。少なかと、公爵、竜都市の息子系平が霊君に求婚し、射的で競い小花が勝って霊君と婚約した。霊君を姉のようにした上遺説は、競技を、 影から見て小花に恋し、彼と婚約する夢を見て、霊君が精細になるのだから、第二夫人として、彼の妻になりたいと思う。霊君を奪われ起こる警壁は、小花を殺そうと自宅に招き建て物に火をつけるが、小花は、警壁のイボ妹のツバメ玉に助けられる。ツバメ玉は夢で、亡き母に小花を助け彼と結婚するように、言われており、 小花に妻にしてくれるよう頼み、小花はやむなく、恩に報いて婚約する。慶平碑は、父の劉都氏に、小花が不正をして、霊君を奪ったと告げ、劉都氏は皇帝に進言して、小花の父、候補高氏を壊滅的な戦場に送る。候補高氏は池取りにされ、劉都氏は、彼が敵に降伏したと嘘の報告をし、皇帝は候補の家の処罰と逮捕を命じる。 少なばなは逃げ、残る一族は捕獲された。経壁は姉である皇后を通し、皇帝に霊君との婚礼を命令してもらい、霊君の父はこれを受けてしまう。霊君は承知せず、姿を消し、隣説は霊君の父の頼みで花嫁になり変わったが、小花絵の定説を貫くため川に身を投げる。霊君は断層して、家境を受け合格、偶然男として婚約することになった。 英説と偽装結婚する。山奥で修行していた小花は、武術の腕を鍛え、仏教に合格して、武官となり、手柄を立てて、竜都市が敵と内通していた証拠を抑え、悪の竜家は処罰される。少なばなは霊君が死んだと思っており、恩のある竜つばめ玉と結婚したが、霊君のもが開けるまでつばめ玉とは、 実質的に夫婦にならないことを誓い、霊君が生きており一説が身代わりになって死んだと聞かされると霊君を探し、一説には日々感謝の祈りを捧げるようになった。つばめ玉は孤独の中で霊君と一説への嫉妬に苦しむ。霊君は皇帝の下で大臣の娘婿として政治に活躍し、最小にまで出世。武漢になった小花に再会してからも、 女性に戻りたくないと思うようになり、小花の結婚を聞いて喜ぶ。栄説は、霊君の気持ちの変化を悲しみ、ツバメ玉の下の立場の目かけにはなりたくないと思う。霊君の両親が最小が娘だと気づき、霊君は正体を隠し通そうとし、正体を疑う少なばなにもひどく冷たく対応する。様々な騒ぎが起こり、 小花の姉の皇后の頼みで皇帝と皇太后が動き、霊君は皇太后のお飯の際に強い酒を飲まされ、眠っている間に足を確認され、転足から女であるとバレる。眠ったまま家に運ばれた霊君は、ことの次第を知り驚愕。皇帝は一人霊君の元を訪れ、女と知って恋してしまった、必要なら皇后にしてもいいと告白する。 高級に入るか男の格好で測った罪に問われるか、皇帝に選択肢を突きつけられ、霊君は深く苦悩する。3日後に答えを出さなければならないが、というところで、新誕生による物語は中断している。書き足された続編では、霊君は別人のように従順になっており、霊君と小花の関係者が手を回して皇太后に頼み、皇太后が皇帝に取りなし、 小花は霊君、英節と盛大に結婚。三人の最小の仲も良く、四人は幸せに暮らした。時代設定、秋夜話数、全42話出演、理評表,表、公開表、孫教、公、飼う、萌え、一生軍、総始圏、陳竜、孫寂会、王霊、大目霊,霊。ありがとうございます。